あ、そうですね。明日はついに最終ベーガーになるの。千秋楽でございます。ブラックセール中だよ。買おうかな。買おう。私もなんか今日ショッピングしようじゃん。今日まで？いつまで？今日まで？なんかメール来てたな、なんかブラックなんちゃらみたいな。何が欲しいの？服欲しい。2日までやってんの？じゃあ大丈夫か。じゃあ大丈夫か。金曜日英語でフライデー、ブラックフライデーってことか。そういうことだね。売り切れんぞ。確かに売り切れそうだよね。私あんまアマゾンで買わないんですけど、あんまり。レッスン帰りですか？レッスン帰りだよ。金曜日をカタカナで売ったら星になる。どういうこと？どういうことですか？ あれかな？多分。ショールームがってことかな？プライム会員じゃないの？プライム会員だよ。暖房の音です。イオンとか行くの？最近行ってないね。もうそういうショッピングモールは。行ってません。全然。買い物してないです。サイレント1話から7話まで FOD なら見れますよ。それ課金シート行かないやつやろ？ で買い物しないの？境で買い物か。たまにする。たまに。ドンキはね、最近行けてないね。ドンキは最近行けてません。よく買うものは何？服とか、そういうなんかコスメとか、そういう感じですかね。課金しないという意思。買って課金しても見れないもん今。もったいなくない？だって課金したら今見れない。こういう時期にさ、見れない時期に課金したらもったいないじゃん。で、私はやっぱお金を大切にしなきゃいけないっていうことが一番私は思うので、なんか見れるんだったらいいんだけど、今ちょっと見れないので、見たくても。そう、ちょっとね、それ見るなら練習しろって思うので、ちょっとやめときます。はい。金銭感覚ちゃんとしてる。お父さん意外としてるよ。私ちゃんとしてるよ。そんなエムルがエリタに味噌汁をおごるなんて 味噌汁はおごりますよ。味噌汁をおごらせてください。だから次から録画しましょうね。本当に録画するわ。で、昨日はサッカーで多分やってなかったのかな、分かんないけど。 なんで味噌汁なん？やいり味噌汁ハマってるらしいから。そう。言って私、愛理たんに
意外とお寿司とかもおごってるからねお寿司とかもおごってるよ。今もサッカーやってるよね。どこだっけ、どこだったっけ、カタールとどうだったっけ、ごめんなさい、開催国しかあんまちょっと記憶に。ただ開催国はさ普通に出れるわけなのかな。あやめろは誰かに怒られたことあるの？いや、いっぱいありますよ。いっぱいある、いっぱいある、いろんな、いろんな方からありがたく、ありがとうございますって。あ、そうなのね、みんな教えてくれてありがとう。おごってください、こっちのセリフです。あ、そう、セネガルだね。なんかさっきチラッと見たらセネガルが1点入れてた気がするな。スタンプなしの画像ください。あれかな、いあれ、燃えるかな。さすがにね、やばすぎる、あの顔は。ちょっとさすがにちょっと恥ずかしいわ。打ち上げはリーダーの終わり、何の話何の話。セネガルはどこにある、どこにある、どこかな。でもブラジルに近い感じがする、とても。頑張ってください、ありがとう、頑張ります。お年玉押しちゃうからよな、ね。シリが残念なリーダー、やめて、意外とできるよ。明日はお示しです、出ますか、わからない。スタンプ外してほしいのは嫌ですね。太田さんは頭がいいって聞いたことある。まあ物によるね物によるねとか言って、なんか寝そう、寝そう、寝そうな顔してる。今めちゃめちゃ寒いんだけどね、寒すぎて寝れないんだが。明日はバトン回しますかね、どうだろう。明日寒いのかな、明日ね、寒いんじゃないですか。もう寒い時期がやってきました、本当に。私はいつも布団乾燥機、なんていうっけ、あの暖かくするやつを毎回しないと寝れないです。はい、いつも暖かくして寝てます、布団を。じゃないと寝れないですね。はい、なので毎年この時期になると電気代がもう素晴らしく高いです素晴らしく高いというね、毎日使ってるので。湯たんぽ入れてない、昔は湯たんぽ使ってたけど、なんかなんていうの、そのあったかくなるやつをゲットしてから、はい、それを使うようになりました。でもね、湯たんぽはね、朝起きると冷たいんよ。もうその布団乾燥機をもうピッて押したらすぐあったかくなるので、うん、そうですね、
あ、そう、ちょっと電気代値上がるらしいですね。すごいなんか世間話みたいになっちゃった。ね、値上がるらしいですね。皆さん節約頑張りましょう。節電ですね。頑張りましょう。私も節電に頑張ります。節電を意識して。岐阜は雪国、雪国ではないかもしれないかな。うちは羽毛布団使ってる。ちなみに私も羽毛布団です。充電になってないかな。なんだろう、ループしてましたよね。なんか充電がないみたい。羽毛ループしてんの、やば。羽毛ループやだな。ね、だいたい私ループするからな。寒い時期がやってきますね。バッテリーの減り早いね。減り早いんですよ。そう、早く新しい iPhone が欲しいです。こたつで寝そうですね。でもなんか昔、もう最近っていうかもうここ数年こたつは出してないんですけど、まあ、それは嘘かも。こたつは出してました。ごめんなさい、めちゃめちゃ嘘ついた。こたつは出してるんですけど、でもなんか今は多分大丈夫だと思うけど、あのちっちゃい頃ね、なんか私こたつで寝るとめちゃめちゃ風邪ひく人でした。めちゃめちゃなんか熱出る人でした。風邪ひいちゃう人。そう、絶対ってわけじゃないけど、なんかだいたいこの時期、冬の時期にこたつで寝て起きたらなんか体調悪いみたいなのが体調悪いみたいなのはありましたね。なんか昔ね、ちっちゃい頃だけど、あの小学生とか時ね。あ、出ました、ありがとうございます。278、ありがとうございます。278日です。ゆっくり、早いですね。ありがとうございます。奇跡の継続ね、奇跡が起きてます。本当に1年続くのかは分かりませんが、ぜひもう盛大に褒めてください。1年続いたらこんな、あの1年に10回もしない、10回もしないはちょっと盛りすぎだね。10回以上はしてるか。去年私何回やったんだろう。ちょっとそれもちょっとよくわからないんですけど、本当にね、全然やらなかった私がここまで来まして、はい、ぜひ1年やったらめちゃめちゃ褒めてください。もう本当に。まずホールケーキを、ホールケーキを私にあのプレゼントするぐらい、あの本当に褒めてください。全然いいよってね、本当に欲しい。ホールケーキ送れません。
味噌汁おごるよ。味噌汁はね大丈夫かな。味噌汁はあの、うん、大丈夫かもしれない。味噌汁も十分嬉しいんですけど、はい、ね。まあそんな感じで、はい、明日は、最終ベルの千秋楽で昼と夜ですね、1時と5時かな、開演が開演しますので、ぜひ皆さん、劇場に来られる方は劇場で、配信を見られる方はぜひ画面越しでお会いしましょう。はい、ということで、みんなまた明日、バイバーイ。バイバーイ、ありがとうございます。さあ、私は明日何のユニットをやるのかな。